はい、それでは白長筋前の期間エクストラ続きやっていきます。まあ、前回はねちょっとね宇宙人編ということでねめちゃめちゃ面白かったんだけど、初見じゃありませんでしたとまあ今回こそちょっと撮れてると思うんで、まあね、池田の話はもうねしっかり聞いていこうと思います。これエクストラが本編でも全然いいボリュームだよね。こんな長いと思わんかった、本当に。もうさらっと後日談言って終わりかと思ったからびっくりしてるわ。伊藤喜べ、何これ、なんて読むの。伊藤喜べは孫娘のお梅を読めない、連れて浅草観音読めそれ東海道四ツ谷階段じゃないか。もっと知られてない話をしてくれ。わかんないよそれ言われても。人間誰でも怖いものってものがあるんだ。それはなぜかってえと、それまんじゅう怖いじゃないか。落語だぞ、怖い話のカテゴリーですらないじゃん。もうボケとツッコミのキレがいいね、しょっぱなから。っていうかこれでまんじゅう怖いってすぐわかるんだな、すげえな。ここまで来てふざけてんのか池田。いやーこの暴力は理不尽すぎる。ちょっとよくわかんないけど池田、もしかして既存の怖い話しか知らないってこと？ここまで来てその話ってのはちょっと興ざめするわよ。みんな自分のトラウマになっている話をしてきましたからね、池田さんだけ既存の話ってのはちょっとお前らだってゾンビの話とか、なんか、ベッドの下に潜む男とか、なんか、ストーカーみたいな話しかしてねえじゃねえかよ。なになに？え、これって、汽笛よね？船が近くにいるんだわ。あ、マジ？池田の怖い話ないんだ。よかった、今すぐ外に出て助けてもらいましょう。ちっ。街の人間が漁にでも出かけたのか。しかしこんなところでネタバレってのも面白くないしな悪いやっちゃな。待て三人ども、そこを動くな、これは罠だ。何言ってんの池田、どう考えてもこれは船の汽笛でしょ、助けてもらわないと。違う、この男は全くの別物、助けをもたらすものなどではなくとてつもなく恐ろしいものだ。なんか始まったどうやら俺の怖い話をするお膳立ては整ったようだな。実は俺はこの音が鳴ることを知っていたんだ。なぜならば次の怖い話はこの汽笛に関する話なのだから。え、それってどういうことなんですか池田さんよく思い出せ、あの汽笛の音。あの音は大型船のものではなくもっと音が高いものだっただろう。あれはせいぜい小型船の汽笛の音だ。おかしいと思わないか？何言ってんのよ、別におかしなことなんて。おいおい、ここは絶海の孤島なんだぜ。ちゃうだろう、それは。とても小型船が近づけるような場所じゃない。それなのになぜ小型船の汽笛の音が聞こえたのか。数々の怪異を目にしてきたお前たちにならわかるだろう。もうなんか音がさ、なんかもう池田の幼なじみの寺の鐘が鳴ってますよ。まさかこれも幽霊？そうだ、今からその話をしよう。始まった。これ即興で作ってんの？これは俺の古い友人から聞いた話なんだが、その漁師の友人がカツオを追ってかなり遠洋まで出かけたある日、沖合でエンジンの故障に遭ってしまってな。なぜか無線もつながらないんで船はそのまま漂流することになったんだ。お、白長筋島じゃん。流されるままでいるとやがて漁船は一つの島にたどり着いた。そこは漁師たちも知らない島で、辺りには他の島は全く見当たらない、まさしく絶海の孤島だった。これオープニングの画像じゃん、こんな。彼らはなんとかその島に着岸し、助けが来るまでそこで待つことに決めた。幸い彼らにはたくさんの水や食料があったから、当面の間島で過ごすことは大丈夫だった。ほう、そのうち助けが来るだろう、皆は気楽にそう思っていた。そしてその考えの通り、しばらく経ったある日助けはやってきたんだ
それはとても濃い霧が島を覆っていた時のことだ。ふと男が海岸橋を歩いていると、遠くから汽笛の音が聞こえた。男は他の船が近づいたのだと思って波打ち際まで走り出した。近くに船がいるのなら助けてもらえるかもしれない。そう思い、目を凝らしているとぼんやりとその姿が見えてきた。音やめろ。男はその奇妙な光景を見て叫ぼうとした声を直前で止めた。霧の中に浮かんでいたのは、まるで影絵のような船と手を振る男の奇妙な姿だったからだ。ブロッケン現象じゃないのこれ。おい、誰かいるのか。いるのなら返事をしてくれ。その影絵は叫んだ。男はこの奇妙な光景はただ濃い霧が見せている錯覚なのだと思い直し、その影絵に向かって声を上げようとした。その時だ。答えちゃなんねえ。あいつは置き招きだ。置き招き。答えたら持っていかれるぞ。なんだそのハガレンみたいな真理の扉みたいな。年配の漁師が顔を青ざめさせ、とっさに男の口を塞いだ。しばらくの間その影絵からの呼びかけは続いていたが、男たちが無言のまま息を潜めていると影絵は最後に恐ろしげな汽笛の音を残して消えていった。男はその置き招きが消えた後、自分の足元を見てその顔を真っ青に青ざめさせた。男の足には数えきれないほどの海藻が絡みつき、身動きすら取れなくなっていたんだ。そして男はそのことに気づいてすらいなかった。もしもあの時あの置き招きに呼びかけていたのなら、男はその恐怖に身震いした。そんだけ？え、霧が濃くなっていくみたいな。この後、これが俺の怖い話、置き招きだ。聞いたところによると、その置き招きに声をかけてしまった人間は必ずその後溺死してしまうそうだ。海に近づかないようにしても無駄だ。置き招きに声をかけた人間は必ずどこかの水場で溺死してしまうんだよ。例えばそれが何の変哲もないお風呂の中であってもだ。だからこの汽笛には答えてはいけない。ひー、今までの恐ろしい出来事を考えるとそれ十分にあり得る。これ置き招きだ、置き招き。ああ、騙されちゃってるよみんな。かあ、まだ近くにいるのかあの船。さっさと向こうに行ってくれないもんかな。これガチ招きじゃない、もしかして。ひー、そんなことあってたまるもんですか。これはそんなんじゃなくて本当に近くを通ってる船の汽笛に決まってるわ。私行ってくる。ああ、これガチ招き感がプンプンするな。アキラさん、やめた方がいいって絶対。クソ、諦め。このままだと大変なことになるぞ。絶対に置き招きの誘いに応えさせてはいけない。二人ともアキラを止めるぞ。わかった。早く行きましょう。いや、船あるやん。はわわ、船じゃなかった、置き招きがいる。アキラさん、置き招きに呼びかけようとしてますよ。止めないと。ちょっとね、こっちに気づいて、お願い。あー、ダメー。ち、俺は三人に気づかれないようにして、皆の後ろでゆったりとした調子で手を振る。その姿に気づいたのか、船は再び汽笛を鳴らす。漁船に乗っていた男が悠然と手を振り返したのがわずかに見えた。行ってらっしゃーいみたいな感じだったと思ったんだろうね。そして船はそのまま沖の方へと消えていった。あれ、なんでこっちに気づいたのに助けてくれないの。どうして。なんかあれ、やっぱり様子がおかしかったですよ。こっちに手を振って汽笛で答えてましたけど、全然僕たちのことなんてどうでもいいって感じに見えました。まあ行ってきまーすの手だもんね。そりゃまあ漁船のやつにとってみれば、なんか町の近くでキャンプしている連中がじゃれてるなーって程度のもんだし、スルーするのも当然だろう。まさか俺たちが遭難してる人間たちだとは夢にも思わないだろう。すぐ真横に町あるし。せやね。やっぱりあれ置き招きだったんだ。ああ、確かにあれは置き招きだ。アキラ、答えてしまったな。クソ、なんてことをしてしまったんだ。え、あれが本当に置き招きだったの？私それに答えちゃった。どうしよう、私溺死しちゃうの？
池田あんたならどうにか助ける方法知ってるんじゃないの？お願い教えて。いけるな。残念だが俺もその方法は知らない。すまない。だってさっきでっち上げた話だし、マジでありそうな話だけどな。そんな私どうしたらいいの？とりあえず一度元の場所に戻ってこれからのことを考えましょう。ここは水場にも近いですし。そうね、水場からはできるだけ離れましょう。助かる方法とかあるのかな？どうしようどうしようどうしよう。かわいそうだわ。かわいそうだよ、アキラ。答えちゃった。また一つ、池田がトラウマを、アキラに与えてしまったな。今この時点で全部のネタバレすると殺されそうな勢いなので、どうにかごまかした方が良さそうな気がする。適当に助かる方法でもでっち上げるか。そういえば昔、漁師の老人から置き招きに対抗する手段を聞いたことを思い出した。確か、置き招きさん、陸へお上がりくださいと念仏を唱えると、置き招きを近づけないようにすることができるらしい。そのまんまじゃねえか、おい。置き招きは海の怪異であるから陸に上がることはできない。奴と同じように招く言葉を唱えれば、置き招きを遠ざけることができる。ということのようだが、それが本当に信頼できる話なのかはわからないな。それって本当なの？置き招きさん、陸へお上がりください。置き招きさん、陸へお上がりください。まあ怖がるのはわかるけど、本当にトラウマになっちゃったみたいだな。またアキラのトラウマが増えてしまったのか。そういや、トイレも水場だよね。ダブルでトラウマになっちゃったかな。かわいそう。僕ちゃんと置き招きに答えてなかったですよね。なんだか不安になってきました。予防的に僕も念仏を唱えた方がいいんでしょうか？それはまあ構わんが。なあ、そろそろもう夜が更けたどころか朝に近づいたくらいの時間だし、一度寝てすっきりした方がいいと思うぞ。そうだな、いろいろありすぎて僕もうヘトヘト、寝て休みたい。やっとホラー会終わりか。だいぶ長いホラー会だったな。そうですね、とりあえず今は休んで体力と気力が充実してから次の手段を考えましょう。今は休んだ方がいいですよ。ダメだこりゃ。アキラスワーン、聞いてますか？まあ無理にでも横になればそのうち落ち着くだろう。というわけで寝るぞ。まったく、本当に今日はいろいろとあったな。まあこれ、いろいろパラレルワールドで、アキラが死んじゃったり、アレックスが死んじゃったり、ループして結局、バッドエンドになったり、宇宙人の件も記憶がなくなったりしたけど、5C の鏡を割ったことだけは事実として残ってるからね。本当のホラーにも出会ってるのがすげえよな。いろいろありすぎて低レベルだったわ。え？まだあんのこれ。ずっと唱えてるし。アキラさん、なんかこっちまで不安になってくるんですけど。確かになんか僕たちにも呪いが伝染しそうな不気味さを感じる。大丈夫だから今はしっかりと休め。寝るぞ。この後ガチ招きない？大丈夫？まあ俺のせいではあるのだが、うるせえな。おい、池田、悪魔だな。うるせえなって。ああ、朝になった。ホラー会がやっと終わった。眠い。結局、アキラがずっとお経みたいなの唱えてるから、ろくに眠れなかった。もうちょっと寝てりゃいいじゃん。僕もです。このままだと僕たちまで道連れになりそうな勢いですよ。熊ができてる。置き招きさえ。あらら、これ相当重症なのでは？それとも致命傷？アキラさん大丈夫ですよ。昨日のはきっと見間違いか何かですって。多分。また置き招き。やだ、もう来ないでください。あ、置き招きちゃんが呼んでる。行かなきゃ。やばい。ってうわー、何やってんだー。早く止めに行かないと。
アキラは思い込みが激しすぎるというか、ちょっと暗示にかかりやすすぎるんじゃないのか？催眠術とかバリバリに効きそうな感じだな。そんなこと言ってる場合じゃない。止めに行かないと。うわー、置き招きだー こんな絶海の孤島にあんな小さな小舟がいるなんて絶対におかしい。でもあんなにはっきり見えるなんて、相当に霊としての力が強いってことなんでしょうか。置き招きじゃん、待ってー。だからダメだってばー。アキラしっかりして。おーい、こっちだ。やっぱりそうだ。おーい。答えちゃダメ、答えちゃダメ。漁船はその速度を緩め、船の上の男はこちらに向かって大声を上げる。嫌な予感がする。これはホラーじゃない方の嫌な予感だね やっぱり昨日のお客さんじゃないか。昨日のカツオはうまかったかい？ いや、実は時々漁師の真似事をすることもやっていてね、こうやって漁に出たりもするんだよ。こんなにもはっきりと声が聞こえるなんて、それになんでこの置き招きはこっちの事情まで知ってるんだ。怖すぎる いや、なんか様子がおかしくありませんか？それにしても昨日のあれ聞いたかい？何でも沖の方に隕石が落ちたって話じゃないか。すごいね。俺も実物を見たかったもんだよ。お客さんは昨日の隕石を見たのかい？ あれだね、宇宙人の爆散だね。いや、どうだったかな。くそ、ここらが潮時か。ちょっと池田さん、これってもしかして全部嘘だったってことですか？なんか話がおかしいぞ。ここって無人島のはずじゃ。出たよ、この BGM。何言ってるんだ、ここは無人島なんかじゃないよ。すぐ真横に町だってあるんだから。この通りであんなすごいカツオを持って帰ってきたのおかしいと思った。騙していたんだな、池田。全部嘘ってことはもしかしてあの置き招きの話も嘘だったの？ああ、もうダメだこりゃ。ああ、まあなんだ、いい経験ができただろ？サバイバルとか恐怖の克服とかな。というわけで俺はちょっくら出かけてくるので 待てー、このゴミクソクズ探偵ー。ね、いいオチだね 一生恨んでやるー。許しませんよ、本当に。人の心をもてあそんでこのクズ、本当に殺してやるから池田ー この顔はちょっとガチの顔だね。ガチで殺しに来る顔してて。待ちなさーい。待てって言われて本当に待つバカがいるか。じゃあな。あばよ 柳沢慎吾かよ。これは？落ちたんかな、これは。あ、落ちましたね。終わりましたね、これ。いやー いやーね。終わっちゃった。すごかったな、これ。エクストラのボリュームが2みたいなもんだったよ。何回も言ったけど。どんだけ遊び尽くしたんだよ、俺は。しかも500円だよ。びっくりするわ。わー、おもろかった。めっちゃおもろかったわ。最後こんな 余談でガチホラーになると思わんかったけど、なんか、どれもこれもちゃんとオチがしっかりしてて、すげえよかったな。いやー、最高だったな。でももう本編の方の記憶がだいぶ薄れてきてんだよね 本編の感想をね、余談が終わった後に言おうと思ってたんだけど、もうあんま覚えてねえな いや、でも本当におもろかったわ。何が良かったんだろう。やっぱキャラがみんな立ってたよね、すごい。もう一人一人
徴があって、いやその本編で一番びっくりしたのは、みんながみんなあんなにちゃんとストーリーに関わってくると思ってなかったから、ちゃんと伏線とか貼ってあったりして回収しきったなーって感じ。あ、終わった、もう感想の途中で終わっちゃったっていうねしまんねえなー。いやー本当によかった。はい、ここで本当の終わりっすね。なんか池田の怖い話とかもうちょっとちゃんとしてくれるのかなと思ったけど、あれがオチにつながってたんだね。いやまさか余談で無人島に行ってその無人島が実は無人島じゃありませんでしたって、なかなか、いや初めての体験だね。今まで生きてきて初めてのオチだねそのオチはいやーよかった。ホラー界もね、なんか時々がっつりしたコメディーを入れてくれて、ちょうどよかったね。本当にありがとうございました。もう存分に楽しませていただきました。まあ、ちょっとねアドベンチャーゲームなんで、どうしても文章を読むだけっていうのでまあ、だれるかなーとも思ったんですけど、もうゲームの面白さのおかげでなんとか最後までやりきることができましたということで、まあ、今回はとりあえずここら辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、またね、なんか次もやる機会があれば見ていただければと思います。それではさようなら。